とりあえずシェイクシャック食べとこうか。すごい行列、朝の9時やけど。よーやってきましたよ。とりあえず頼んだのがフライとこのね、このね名物のシャックバーガー。これはちょっとどうなんやろな、おいしそうやね結構。じゃあこのシャックバーガー取りましょうか。美味しいかな。結構騒がれてるんでね。いただきます。はいはいはい。あ、なんかね香ばしい。なかなかいい味で出しますねこれ。なかなかいい味しますよこれ。あ、これちょっとどうかな、結構美味しいかも。なんかね肉がね、どういうわけかなんかちょっとね軽く焦げた感じの味がして、どうやって味付けしてるんやろこれ。あ、どうやろうな、このシェイクシャックなかなか美味しいね。このスーパーデューパーもねなかなか美味しいんで、ちょっとね今の状態やったらコース付け方かな。今度ねまたあのサムラシスに帰ったらあの食べ比べ動画作ってみようと思いますんで、楽しみにしておいてください。どうもケントです。で今見てもらったのがね、僕がニューヨークに行った時にシェイクシャックで、ハンバーガーを食べた時の映像なんですけど、さっきの動画でも言ってたようにちょっとねスーパーデューパーっていうサンフランシスコのハンバーガー屋さんがあるんですけど、それとね食い比べるような動画を撮ってみようかなと思ってます。でちょうどうまい具合にね、ユースケ君、ニューヨークのユースケ NY ブログのユースケ君と、ロサンゼルスのケンジさんがね、サンフランシスコに今滞在中なので、あと一人ね原田さんっていうあの女の子がこっちに来てる方ね、あの僕のこの間動画で出てくれた人。あ、ちょっとね走ってきたからちょっと息切れてますけど、すいません。みんなでねハンバーガーを食べる動画を撮ってみようかなと思います。ゆうせくんけんじさん合流ね。取り合うっていう、いやここのねハンバーガーはねぜひとも食べてほしい。ちなみにこのおすすめっていうのは何かあるんですか。このね、スーパーデューパーバーガーかな。スーパーデューパーバーガー、そのオリジナルのバーガーがあると思うから、それをちょっとねぜひともトライしてほしい。メニューがこんな感じです。ケンさんが払ってくれるかもしれない。That was really good. Can you repeat that? Japanese is my life. All right. Manga, anime. If I move to Japan, I never come back here. I have no reason. ケンさんのこうガジェットの取り替えが始まりました。作戦変更らしいです。原田さんも映しなかった。原田さんも合流。じゃあ YouTuber 乾杯しますか。 YouTuber がスポンサーこういう乾杯になりますよ皆さん。じゃあ行きますよ原田さん。じゃあサウナお疲れ様です。はい、サウナちょっといらっしゃい。ちょっとねハンバーガー来たんやけど撮影タイムが始まってますよ。この撮影ハンバーガーを撮影する2人を撮影する僕みたいな。フライがこんな感じ。ガーリックフライと普通のフライね。ガーリックフライがね結構ですね。僕はちょっと普通のにしたいけど。で、ハンバーガー、これがねスーパーディーパーバーガーですよ。こう赤ちゃんをねくるむように配達にくるまれてるっていうね。これが結構ねシェイクシャックと違うところ。味も美味しいからちょっとトライしてみてください。ボケるボケる。僕の大好きなハンバーガーさんがこれ紹介するの初めてなんですけど、ちょっとね食レポをしてみますね。これねこうなんかすごいくるくるにくるまれて配達に作られたって感じのね感じがありますけど、なんか横の人に見られてるような気がする。ずっと見られてます。今始まった話じゃないんで。はい、いやー男だ。これですよ。ごめん、何も面白いこと言えない。でも美味しい。ほんまにね、肉汁がね、こうすごい滴ってて、ご飯に染みてて、それでこのパテがカリカリなんですよ。香ばしい味がして、なんかね肉の旨味が100%詰まってるっていうか、
かね。これはね、でも確かにね、僕はね、シェイクシャックをニューヨークで食べたんですけど、シェイクシャックも美味しいですよ。あのすごいね、あの炭の味がしてすごいね、香ばしい味がするんですけど、どっちかっていうとこっちかな、やっぱり。でまだね、日本では食べれないね、スーパージーパーで。そのうちね、絶対行くから日本に。楽しみといてください。でもしね、サンフランシスコにそれだけ機会があれば、これをね、ぜひとも食べてみてください。スーパージーパー、あの超おすすめです。で、スーパージーパーの回し物じゃないですけどね。はい、来月からこれ CM 来ますよ、スーパージーパー。おいしい、いただきました。食事が終わったので、今からウーバー乗ってね、フィッシャーマンズワーフの方にこの人たちちょっと連れていこうかなと思います。せっかくね、こっちに来てくれてるので、ちょっと観光してもらおうかなと思います。ピア39までやってきましたよ。ちょっとここ観光しましょうか。いろんなね、店があって、観光客の方にはすごく楽しい場所ですね。なんか寒くてガタガタしてるけど。いや、本当寒い。こういうね、チョコレート屋さんとかもありますね。なんか観光地あるあるですけど、こうやってあのお菓子屋さんっていうのか、キャンディーショップっていうのかな、そういうのが結構いっぱいあったりしますね。すごいなんか甘い匂いがプンってします。お、クレープ焼いてる。まあクレープは日本でも食べれるけどね、アメリカでは結構珍しいかもしれない、こういうクレープ屋さん。皆さん、サンフランシスコだいぶ冷え込んでますよ。そう、寒いっすね。シーライオンはいないですかね、この時間。いないかな、見てみますか。すごい、なんかカニ、カニこうやってディスプレイされてる、焼いてるところ。で、ここのピアサーティーナイをまっすぐ行ったら、あのメリーゴーランドがね、一番端っこにあるんですけど。動きました。超アメリカのね。超アメリカのね。聞こえてた。ケニさんがガチで撮ってる。これはちょっと映像楽しみですね。いや、ほんま寒いけどね、綺麗、結構。何がやってるかと思ったら、インサイドヘッドですね。インサイドヘッドの無料視聴してるみたいです。そのピアをまっすぐ来たら、このねビューポイントに来るんですけど、こっからね、あのアルカトラスが昼間とかだったら見れるんですけど、もう真っ暗で見えないな。おいた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 、シーライオンいます。じゃあちょっとあっちにね、シーライオンちょっと見に行きましょうか。シーライオンが乗ってるドックみたいなのがあるんで。おケンジさんが迷子になってると思ったらいた。これなんやろう。あ、これ僕メキシコで見たな。なんかこの体を洗ってくれるカプセル、絶対嫌やなこれ。こんな水着着て入らないと思うんでしょ。誰かやってるっているかな。ちょっと聞こえます？これちょっと聞こえないかな。ここにね、アザラシがいっぱいいるんですよ。サンフランシスコ名物の、サンフランシスコのフィッシャーマンドワーフ名物ですね。こういうね、ドックがあるんです。あ、いたほら、トラックも若干見えますね。こういうのがね、いっぱい乗ってるんですよ、こうやって。でも今日は少ない方かな。なんか多い時はね、もういっぱいいるんですけど、ここにこんな感じ。5とルミキューブでこのアンスに挑むみたいです、ケンジさんは。こういう感じでちょっとね、こんな感じ撮れてるの、撮れてるかな。まあ撮れてるかどうかはケンジさんの動画でチェックしてください。はい、着きました、フィッシャーマンズワーフ。それではですね、ここのね、フィッシャーマンズワーフのシーフードがね、食べれる屋台みたいなところで、ユウスケ君とケンジさんにね、なんかカニを食べてもらいたいなと思います。イーストコースト、東海岸にはね、ダンジネスクラブっていうカニがないので。いや、撮影始まった。始まりました。ちょっと攻めていきましょう。攻めていきましょう、攻めていきましょうね、カニをね。こんな感じですわ、カニ。ほら、見てください、これ。クラブサンド、ロブスターサンドやな、今話題の。これがダンジネスクラブですね。ほら、開いてフレッシュ、やってくれてる、やってくれてる。こういう釜でね、揚げてくれるんですよね。茹でてくれるっていう。あ、すごいすごい、湯気がすごい。カニ美味しい。曇っちゃった。おじさんいろいろ喋ってくれてるけど、曇っちゃった。ちょっと待ってください。
このむき身の方がね、タバヤスワーだからこれにしますね。ごちそうさまです。いやいや、ごちそうさまです。ごちそうしてもらったばっかなんで。ごちそうさまです。いやいや、こっちになります。さっきはね、ケンジさんにごちそうになったから、昨日も今日もね。このね、屋台的なところで食べますか。僕はね、結構ね、頻繁に食べてるから、彼らのね、食べるとこちょっと撮りたい。結構ね、ダンジネスクラブって甘くて案外美味しいんですよね。そう、ケンジさん。でも、ケンジさんはロサンゼルスでダンジネスクラブ食べれますよね。まあ、そうかもしれないですね。わかんないです。ちょっとこれと違うかな。こういう料理は食べれます。おお、ライティングがいい感じ、ここ。あ、いいね、ピリ辛で。おお、美味しい、美味しい。なるほど。僕は好きですね。はい、皆さんちょっと試していきたいと思います。いただきます。ゆうすけくんがいい感じだね。このソースをつけて、ちょっと全部映すとネタバレになっちゃうから。いただきます。続きはゆうすけくんの動画で。ちょっとね、最後にね、このケーブルカー、どれぐらい、30年ぶりぐらいかな、乗ってみようかなと思いますけど、みんなでね、ちょっと記念にこう乗ってみようかなと思います。これ面白いですよ。あ、こっち側の駅もそうかな。前撮影したけど、これ見物、これは撮影チャンス。そう、ちょっとチケット見てみて。それでね、こうやって回すんですよね。すごい。手動っていうね。超し、めっちゃ原始的だ。今から乗ります。これ7ドル7ドルらしい。いやー、でも30年ぶりのケーブルカー。魚登ってる、魚登ってる。このね、コックピットのね、アナログ感がなんかいい感じ。なんかこうなんかレバーを引いて出発するみたいで、こうやってこれ、なんかすごいアナログな感じがいいですね。昔からこんなんやろなーって。ということで今日は以上です。腹痛いです。もしこの動画を見て面白いと思っていただけたらいいね、評価、あとはチャンネル登録、まだっていう人はチャンネル登録、まあ、彼らのチャンネルここに載せとくんで、原さんのチャンネルあったっけ、原ちゃんのチャンネルも載せとくかな。ということで、まあ、明日帰っちゃうんですよね。明日帰ります。ちょっと寂しいな。帰ります。また来てください、はい、また来ます。またロサンゼルスもニューヨークも行くんで、ぜひぜひ。じゃあ会いましょう。会いましょう。それではバイバーイ。 バイバーイ。